グロビス、危険度。ご紹介に預かりました、えっ、ー、と、ホイールモック代表の太田圭佑です。まあ、僕らは兄弟で、活動してまして。えっ、ー、と、車椅子利用者です。で、今回いるのは弟の方の。あの、く、あの、兄弟で弟の方です。はい。で、僕らは横浜を中心に、えっ、ー、と、データとか写真を。を、えー。動画にして、公開しています。 で僕自身はまあこういう体なので、えー、外に外食するのがとても大変で、えー、とその,時にあのなんに活動でき,できないかなと思って始めたのがバリアフリーを調査する活動を始めて、えー、最初の頃ろはまあバリアフリーのお店をあのデータを集める活動をしていて、で最初こんな感じで立ち上げて、でもなんか バリアフリーのお店のデータを集めているうちに何かが違うなと思い始めて、それでも続けてやりたいことだろうと思って、それでも続けたんですけど、それでも何か違うなと思って、もう一回あの自分を見つめ直したら、バリアフリーのお店じゃなくてラーメン屋が食べに行きたいなってことに気づいちゃって、そこからバリアフリーじゃなくてラーメン屋を行くようになって、これが食べているところですね。 まあ、といってもラーメンっていうのはの席が少なかったりとか通路が狭かったりとかあのテーブルが固定だったりとかでめっちゃくちゃバリアが高くて、ね、なおかつあの二老系だとよく分かんない呪文を勉強しないといけないとあったりとかあのこんな感じでバリアが高い。<laughs> で自老家系だったり二老系ではロットセっていってあのあの,なあの 固まってお客さんが入るので、とても並びづらい車椅子としてはすぐ入れないので、並びにくいというのがたくさんバリアがあって、でまあ、その時並ぼうとした状態がこんな感じですで。で、それで思いついたのが、どうやったらラーメン屋に行けるのか、バリア突破をデータ化して伝えていくっていうのがいいのではないかという話になって、でそのためにはバリア突破方法を分けて分類化するっていうのを ししました例えば、えー、と直進型といってそ今みたいにあの机に直接車椅子が入れたりとか車椅子から降りて店舗の,の,あの椅子に座ったりとかっていうのとかあとは、えー、と店の中に、えー、と意すって言ってるんですけどあの <laughs> 注射じゃないので注意なんですけどあの外に注意そうするのか、えー、店内に注意そうするのかっていう点もあったりとかあとは あの券売機がとてもお金の入れる場所が高いので、あのこれを付き添いの人に手伝ってもらうなり、店員の人に手伝ってもらうとかっていうのをあの細かく分類で分けています。でも分けてその公開するだけじゃなくて、あの地域の人とあの連携をしながら、えー、と発動しています。例えば、えーま、NPO 法人の方とか。 あの記者の方とかと連携をしながらこんなふうに連携をして、えーとあのえー、と僕らのバリアフリーってどういうことっていうのを認識もしながらあの活動しています。で、まあ、こんな感じでみんなで、まあ、分かりやすく言うとみんなでラーメン食べてるだけっちゃだ,だったりするううところもあるんですけどでも今日お伝えしたいのは あの障害者に地域が優しくなってほしいって話ではなくて、えー、と障害者に優しいデ,ジタルデザインを作りましょうって話で,でそれはどういうことかっていうとあの、まあ、あのこ,この話をする上で一番重要なのはその当事者目線が何が困っているのかという話で,で僕が、まあえー、と19年間生きている中で社会的問題点っていうのは細かい話なんですけど 歩道と車道の間の 2, 2センチが登れなかったりとか、あのまあ、コンビニとかスーパーマーケットで高い位置に置かれているものを取れなかったりとか、あとはこれ、多分しあんまりイメージつかないと思うんですけど、1人で電車に乗る時にちょっときにストロープつけてもらわないと乗れないのであの、思った時間に乗れない。で、これってどういうことかっていうと、出発駅で。 あのスロープが用意できるまで少し時間があるので23本遅らせるのが、まあ、あのそう相場というか当たり前でなおかつさらにその2 3本遅れる理由も到着駅に、はい、駅員が用意できないとまた待つことが多々ありますでそうなってくるとちょ途中下車は基本的にできない状態で。 僕も高校生になって途中下車を初めて知った感じで途中下車しないのって言って何それみたいな話をスタッフとあの通ってる施設の人たちと話したことがあるぐらいででさらに,にはあのいつも困ってるんだけどあの階段が多い、えー、東京駅とかは <laughs>、まあ、エレベーターがなかなか見つかんないんで駅を一周したりとかっていうのをちょくちょくやってますでさらには、まあ、混んでたりするとエレベーターが乗れないので あの思った以上に早く動けないっていうのがあったりとかあとはまあ多目的トイレがあの普通のサラリーマンがあの使われていることが多くてすぐに入らなかったりとかっていうのがありますね、まあ,あの以前世間だとよく多目的トイレが意図と違う方法で使われてたりっていうニュースが時々流れたりしますがまあそれは守っていただくとして あのそれでは問題なのが、えっと、多目的トイレの整備データがあ、まあ、社会的に用意されてない。というのは、これどういうことかというとあの、多目的トイレの場所が分かるデータがあったとしても、あのオストメイトとか、まあ、こういう感じの設備とか、えー、手製付きトイレとか、あとはベビーシートこういった設備、えー、があるかどうか、有無が分からないというのがありますで。次に問題なのが、 多目的トイレが名前、あの地域によって名前がバラバラここのグロービスさんだと、あの誰でもトイレって、さっき、長川さんが言われてたりとか、僕らは普通に多目的トイレとかっていうふうに言ってたりするんですけど、名前がこんな感じでバラバラなので、データ化しようにも、あのデータ化しにくい状態になる。で、さらには、車椅子リフトって言って、これ知ってる人いるのかな少ないかもしれないけど <laughs> こういう、こう見たことありますかね。こうこう こういう感じのものを車椅子リフトって言うんですけどこれも業者によってえとエスカルとかチェアメイトとかたくさんあってこれもデータがしにくいというのがありますで,でさらに問題点がさっきみたいにえと駅やエレベーターの混雑況が分からない日々まあ僕はあの学校通う時にサれにーマン疲れてるサラリーマンがみんな乗っちゃってよくエレベーターを一つ乗 乗り過ごすのが当たり前っていうのがあるんですけど世間ではもうコロナ禍なので混雑を避けるって生活様式に変わったと思うんですけどあの僕自身はその前から混雑してると乗れないので学校通う時もそうなんですけどできるだけあの、えー、電車のピークにぶつからないように登校下校を考えて設計して取材するのは当たり前でそうなってくると混雑状況を可視化できるととても規約が違う 行動の計画が立てやすいなっていうのはあのいつも思ってることでした。ね、そこで僕が考えたのが、えーっとえっと、ユニバーサルツーリズムの、えー、に関するデータ標準化をあの、まあ、中市と一緒に勝手に行ってで、じゃあ実際ユニバーサルツーリズム市場はどんな感じなのっていうと年々あの旅,あの旅行市場とは違って拡大していってる状況にあります。で それはなぜかというと、ユニバーサルツリーリズム対象者っていうのは、あの障害者あの、子育て中の人とか高齢者とか外国人とかあの、日本人の3分の1に入るぐらい幅が広いというのがあって、これは結構多い数なんじゃないかなと思っています。で実際あの、ユニバーサルツリーリズムの、えー、とデータを、えー、標準化したものがこちらになっています。で で、次に作ったのが、ユニバーサルツーリズムデータフォーマットを、えっ、ー、と、報道機関にプレス発表をしました。えっ、ー、と、NHK とか毎日新聞とか、タウンニュースとか、えっ、ー、と、横浜経済新聞などが取り上げてくれました。まあ、ヤフーニュースにも載ったりとかして、で、こんな、載った時の感じがこんな感じになってます。ね次にユニバーサルツーリズムフォーマットを用いて、横浜市の公共施設のデータを集めてきて、 あのデータ化しましまでその時のデータがこんな感じになっています。でその時同じぐらいにあの国,土国土交通省のハッカソンがあったのであのあのこ国土交通省の人に会う機会があったんでその時にユニバーサルツーリズムデータフォーマットを勝手にこういうもんだよっていうふうに提言してきました。でその時のハッカソンはその時バリアフリーの人の勝負 はせずに優勝させていただいて、で、その時に様子が、その時きはあのヒルパーさんと一緒に出てあの優勝しました。はい。で、で次にあのこのデータを今度はウィキデータにあに登録して、このウィキデータはあのウィキペディアの姉妹サイトで、誰でも閲覧できるサイトになってて、 ウィキデータで誰でもバリアフリーなことが分かるようにしました。なので、ウィキデータで横浜市って検索すると、多目的トイレの情報とか、授業室とか、展示の案内板とかの設備は、有無が分かるようになっています。こんな感じです。このプロジェクトのために、ウィキデータの方が入力方式が改正されて、誰でも、の あのユニバーサルツリズムのデータを入力できるような状態になりました。で、えっ、ー、と、こう、この活動をしているときにちょうど、あの、えっ、ー、と、東京大学主催の,あのコンテストがあって、えー、チャレンジオープンガバナンスっていうイベントがあって、そこに出場してきました。えっ、ー、と、そのときのサイトがこんな感じです。 優勝を狙ってたんですけど、19年と21年に準優勝だけいただいてる感じになってます。はい。で、その時の賞がこんな感じになってます。まあ、このコンテストをきっかけにあの、横浜市と連携するようになって、で、次に、あの横浜市の出た、表示が終わったんで、あのあの長崎市の,あの知り合いにあの、同じようにやってみてってお願いして、長崎市の方も、あのすぐに、 あの終わってかデータが標準化できましたなので今後はもっとあの他の都市であのデータ標準化を進めていきたいなと思っています。で、まあ、まとめますとあの愛は地球を救うっていうキャッチフレーズがあると思うんですけど福福島、まあ、これも何でもそうだと思うんですけど福祉分野に限らず愛だと実際は救えないというのがあるので。 今後はデジタルデザインが社会を変えていけると思っています。えっと、課題解決のために、えっと、僕は今後データ標準化はまあ,まあしてるんですけど、もっとこれからもっといろんな分野に手を伸ばしていきたいなと思っていますし、えっと、AI やオープンデータを使って、あの、解決していきたいなと思っています。ありがとうございました。 抜けけ抜る素晴らしいプレゼじゃあ私の方から今の太田さんのお話を受けていくつか質問させていただいてでその後会場からの Q&A、はい、でその後の太田君からもあの愛称を込めていつも太田君って呼んでいるの太田君と呼ばせてください太田君からあの聞きたいことがあるっていうのを事前に聞いてることがあるのでそれに対してちょっと会場の皆さんにもあの聞いてみたいなと思っています。 まずあの、太田さんについて聞きたいなと思っていて、はい、あの一番最初にあのご家族の写真、太田兄弟の写真を見せてもらったと思うんですけど、なんか兄弟で役割を分けているのか、なんかどういう感じで活動されているのかなというのは、私は個人的にこのお宅しか知らないので、教えてもらってもいいですか。役割は最初分けてたけど、あの人も最、あ,、えっと、あ繋がってるみたっけ あの動画編集が兄ができるので僕が素材になって兄が作るみたいなことは最初はしてたんですけど最近はま僕も受験で <laughs> あまり活動できてないので今はそこまでって感じなんですけど前はそんな感じで活動してましたありがとうございます結構人前でピッチとかお話をされる時は太田くんが話すことそうですねはいあそうなんですね じゃ結構性格が違ったりとかしますかそうです、ね、あの人人は考えない人だから <laughs> <laughs> ああ悪口太 <laughs> 田君の話を聞いてあのもう一つ聞いてみたいなと思ったのがあの移動の大変さっていうところあの電車に3歩を逃すのが当たり前だよってところはもうあと途中下車の話とかはうん、うん、おそらく私たちからすると そうなんだっていう、そこに考えが及ばなくて、申し訳なかったんだけれど、うんうん、そうなんだっていう話だったと思っていて、今日の移動をどういうふうにされたのか、であの家を何時に出てどれくらいかかったのかをちょっと参考までに教えてもらってもいいですかーえっと、JR の山手駅から来ていて、うん、基本的、えー、っとそうですね、あのえっと、基本的そのヘルパーさんがいるときは、まあ、駅員さんに話しかけないんですよ、話しかけない。 話しかけちゃうとスロープ用意しますよねっていう話に持ってかれていってしまうのであの駅の規定上あの、まあ、相当あのきちんと断らない限り基本的にスロープをつけるという義務が発生するのであのあの障害者手順を持ってると半額になるので半額の,あの切符を買ったら、えーとえー、とその窓口の方を通らずにあのもう何も言わずに通って2人だけでガコンっていうふうにすると,みあみ、えーと まあ皆さんと同じように来た電車に乗れるのでっていうふうにしてあのできるだけ時間短縮をして移動して今日は移動してきましたし最近もそういうふうに移動し,、ま、してますね。はい、なるほどですね。今日はの私とお宅11時に麹町のプロビュスで待ち合わせだと思うんですけど、はい、何時に家って言ってられた ?9 時。9時。で2時間かけてここでまあそ,そうう、ね、あの えーとそのグーグルで調べてる時間の、えー、と2倍か0.5倍、まあ、多い時は1.5倍とかを取らないとあの、歩くスピードが違うのであの、間に合わないっていうのがあって、今回はあのあの歩く距離がすごく短かったんで、えー、と30分ぐらい余裕を取ったらいけるねっていうふうには、2人昨日話して、じゃあそれでいこうみたいな話には。 してますその移動の際に、まあ、あの大田くんもあの結構可視化を出たしてると思うんですけど、今あるサービスで注目されてるものとか、これ使いやすいというようなものがあったりするんですか使いやすい。え、使ってるサービス、ウィーログさんとかをよく使ってます。ウィーログさんはい。えっと We、はウィーログは車椅子ユーザー が基本的にいるあのダウンロードして使うものなんですけど、あのあの他のユーザーが取ったところを記録できる Google のマップにあの記録できてあの紫色の線で書けげるので、あここ普通の,人あの他のユーザーが取ってるから車椅子だったら確実に取れるとかっていう確認をしてる場合もあります。だから Google マップでその段差の有無が分からないときはよく使ってます。ああ、そうなんですね。 恥ずかしいなんか初めて聞きました。あとでぜひあの皆さんもあの見ていただければなと思うんですけど、はい、ウィーログさん、はい、あとで見てみたいなと思ってます。その移動からこう行きたい場所があるから移動すると思うんですけど、さっきあのラーメン屋さんに最初行きたかったんだって、はいはい、話をしていて、他に行ってみたいけど、こういう難しさがあるからちょっとできてない場所ってあった,あったりしますかうんなないいけけど行けてない場所 山かな山山に行って山,山登ってみたいって。ああ、山登り。今年の夏休みはあのあの、試合の方が計画立ててくれるので、行けるかもしれない。分かんないですけど、<ー>行ってみたいなってのは思ってます。山登りの難しさっていうところを教えていただいてもいいですか当たり前のことかもしれないんですけど。いや、僕も初めて行くから分かんないところだらけなんですけど、うん、でも、捕まれるところがないのと、 何かあっても復帰ができないっていうのは経験者から聞いているので,でも僕、捕まらないと上がれないので捕まるところがないってつえ今つえ練習してる、杖の練習してるんですけどどういこうかなって僕も今年の夏計画立ててる段階でいけるのかどうすなのかっていうの今やってる段階なのでは分かんないんですけどそこがそう、捕まれないのがすごい不安ですね。で、道がたがたでバランス感覚で 俺あの骨盤が弱いので、そこも取れるかとか、うん、そういうところは結構不安です。なるほどですね。なんか、私自身でも結構体力がないので、今のこと<っ>大変なんだろうなと想像しますが、<っ>その夢が私中で叶うかも、ね。かなうかも。叶うかもしれない。ちなみにどの山に登りたいですか、ね、そこも検討中な段階です。なるほどですね。 きっと登った方がこの山登りやすいとかそういうものがね出てるといいですね車椅子でもあるしかも歩きに登った人っていないから <laughs> 調べたんですけどじゃあまた新しい道を開拓される、はい、ということで、はい、じゃあ,あの私から最後一つだけ質問させていただいてあの会場の皆さんの質問に開きたいと思いますあの横浜ホイールマップの活動ですごく大きな質問になってしまうと思うんですけど今一番あの困難だと感じていること がもししあればあのお伺いたえっとじゃあ横のホイールマップ、えっと、というか、まあ、横のホイールマップもそうなんですけど今 AI を使っていきたいと言っていて、まあ、AI を活用するためにデータ化しているところがあるんですけど AI にどうやってデータを入れようかみたいな話になっていて誰でも使えるようにはしたしウィキデータは基本的にその iPhone とかの大手企業の,あのバ,バックデータとして使われているので使れは、使われる可能性は高いんだけど、まあ、絶対的に使われる確証もないしあの、どうやって AI にデータを入れ込んでいくのかっていうのは、今の課題です。ではあの、それでは私ばかり話していても面白くないかなと思いますので、会場の方に質問を開いていきたいなと思います。 はいすいすません君島ですあのさっき2センチの段差が登れないっていう話があって、うん、あ,っあそうかって思ってあんまり2センチの段差があるか多分我々はあんまり気が付かずに歩いてると思うんですよね。2> うん、で2センチの段差ってどのぐらいあるんだろうって思ってうん、うんえー、とこの場にって越えられないっていうのはナチュラルに声で越えられなくてそれを越えられないからその手法が自分の中にノウハウがあるので。うんうん 基本的に2センチでもえっ、ーまあ、一旦立ち止まってあの体重を後ろにやって車体を前の方を上げるっていうのをすれば大体のものは乗れるんですけどっていうのをしないとっていう意味でその普通に歩いてたらガタンって止まっちゃうみたいな感じですね。例えばそれって麹町駅からここまでとかにもあるんですかえっとありました。てか2カ所か <laughs> 二箇所はその交差点を降りるときも、ゆっくり降りないとガタンって行き過ぎちゃって、危ないので。降りるときもゆっくり行って、上がるときも、交差点でキツって止まって、ガタってやって上がるみたいなことはしてました。ああ、なるほど、そっか。あの、はい、歩道を渡、シャドウを渡ろうと思うと、二階型が立ってあるってことなんですね。はい、ああ、分かった。じゃ、あいっぱいありますね。そう、だから、しょっちゅうあるような感じです。ああ、分かりました。それは大変。 例えばねそういうのってデジタルデザインで乗っけられたりするんですかねありすぎて乗らないから。まあ、ありすぎです。まあ、僕ラーメン好きで、ね、ラーメン屋は取ったりとかするために行くんだけど、道中多すぎるから、とっても大変ちゃ大変で。そうですね。なんかありすぎて、<あ>それで行けなかったらどこも行けないよっていう感じになっちゃうので。2>, あのえっと、2つあるんですけど、1つがあの 1>、はい、さっきのデジタルデータの活用で。 えと変えていきたいって話があったんですけど、なんかどういう、例えば20年後とかどういう世界観を想像されているとかてのか。20年後、いや、えっとですね、<laughs> えっとな、あの、まあ、僕、あの、活動を始めたその中核の思いとしてはそう、社会を変えたいのはそうなので、具体的なビジョンを持ってなくて、あのー、あの、想像しにくいとは思うんですけど、障害者の人って、 情報がなないいから外に入れない例えばここにバリアフリーの施設がないからで、まあ、僕なんかはそうてかラーメン屋を突破できるとすら思ってなかったので,で施設の人に誘われて、まあ、仲間は無理やり最初は「いけるんですかこんなの」とか言いながら入ったらいけちゃったから自信がついたんですよ。でそこで突破できるって情報を得たからラーメン屋に行こうと思えるけど普通の人は知らないので。 で,外に出れないで僕もこういうイベントとかに他の車椅子ユーザー誘ってもいや大変そうだからいいよとかっていうのをよく言われるのでその具体的にどういう世界にしたいとかは思ってなくて知らない人たちにただ知ってもらいたいって思いだけで動いているプロジェクトなのでビジョンとかは特にないです。えっと今のところは福祉の勉強をしたいかなと思って たりすするんですがそそもそも生活できるかどうかが難しくなっていろいろ調べたら生活できるかどうかが難しいので進学するかどうかも、ね、今悩んでる感じです。んその、まあ、周りにその工学系がやばいぐらいできる人がいるっていうのと僕はどちらかというとあの、まあ、あの頭がよ <laughs> くないので。あの できれば、福祉生の方から意見をできたりとか、そっちの方から活動にもっと貢献できればなと、当事者の目線だけではなくて、生徒の方で貢献できたらなと思っています、はいえっと、私も2つあるんですけど、1つはあのコ,ロナコロナになって、そのオンラインでいろんな用事を済ませるっていうことが可能になったと思うんですね。うん、という意味でいくと、その移動しなくてもよくなったっていうのは、うん あの車椅子ユーザーの方はどう受け止めてるのかなっていうのが一つ、うんうん、まずじゃあ、それ、お願いしてみていそうですね、あのちょっと医療従事者の方がいたら、本当に申し訳ないんですけど、うん、コロナ禍になってすごい感謝していて、なぜかというと、やっとな,っとなんです、やっとそう僕らが中学校の頃に学校と散々戦ったことが、コロナ一発で、学校に iPad が一発で入ったので、やっとか、みたいな。 お母さんと僕が半年ぐらいかけてやっと、半年じゃない、3年か、3年生とかに入ったから、3年かけて iPad を導入したのを、たった数ヶ月でコロナをやってしまったから、やっとあの学校とか社会がデジタル化がやっと進むと思って、すごい嬉しかったし、まあ、まあコロナ自体はよくないんですけども、副産物がとても大きかったかなと思ってます。ありがとうございます。 その上でですねあのあ、全然関係ないんですけど素朴な疑問なんですが先ほど横浜市はデータが整ってきたので次はあの昔の開港都市に行こうかなって書いてあったじゃないですか。あのどういう基準でその次の都市をこう選ばれたのかなって思いまして。 長崎の方はあのなんかいろんなイベントでった知り合いがいたってところと、開港を選んだのは、そこら辺は中しか戦略的なところ。たまたま函館にも知り合いがいたんで、横浜、長崎、函館でできそうなんで、あと、水戸市攻略すれば開港ごとしから始められるかなっていうのとですね。 あの、横浜で活動してて思うんですけど、あの、街づくりっていうか地域活動をするときに、あの、なんか異端なことしたりとかすると、まあ、地域の人がなんだそれっていう感じで、なかなか <laughs> 協力してもらえないんですけど、うん、横浜ってなんかどんどん一緒にやろうよって言ってやってくれるんですよ。はい。で、な,なんでこういう地域性なのかなって思ったんですけど、 多分ですね、開港都市だからと思うんですけど、もともと外国人が来て、なんか外からの、えー、文化を受け入れないといけない街だったから、新しいことにチャレンジする素質があるんじゃないかなと思われます。はい。なので、この推測ですけど、この開港後都市っていうのは、まあ、あの、新しいことをやるチャレンジに対して、 あまりハードルないんじゃないかなと思いますので、展開するときには、あの、スタート地点としてはいいかなと考えてます。ありがとうございました。とても参考になりました。はい。 ありがとうございます。あの太田さんは本当にデジタルというものをポジティブに捉えて、それを自分のやりたいこと、それから周りの皆さんにもすごく影響を与えていらっしゃるなと思ってお話聞いておりました。こういったそのデジタルをポジティブに捉えるところっていうのは太田さんも世代というのは皆さんそういう感じなんでしょうかということをお伺いしたいと思います。もしあのデジタルで何か負の側面怖いなと思ってらっしゃることとか感じていらっしゃることありましたらこちらももし。 よろししければお願い不能側面そりゃ、ねまあえーね、知らない人とつながっちゃってったりとか危ないだろうしとは思うけどもその今、まあ、言ったよ、ね、ネットという意味では確かに危ないけどテクノロジーを使う上では全然問題ないと思っていますただ理解するのに時間かかるぐらいだよねっていうのはあるぐらいで全然うんその手法として使う僕も 最近、その IQ テストを受けて、記憶力が弱いっていうのを分かって、スマホに片っ端からあの言われたこととか、これからの予定を全部電子化してる最中とかっていうふうに、どんどん活用していくべきだと思っていますし、危ないところは、まあ、僕が一番危ないと思っている、知らないことが一番危ないと思っているので、知らないから動かないとか、知れないから動けないが一番危ないと思っているので、そっちの方が危ないんじゃないかなと思っています。 はい、なるほどありがとうございますということはやっぱりそのテクノロジーっていうのはその使い方次第でよくなるっていうことですよね、うん、きっとその情報格差をどんどんこう埋めていけるツールになっているというのが今、現状としてあるということで、うん、あの良い使い方を、ね、太田さんの世代がどんどん広げていってくださればいいなと思いました、はい、ありがとうございます。 君島さんの方からもう一つ重ねて質問があったのでそれを読ませていただきます横浜市はほとんどデータ化できたというのはどういう内容がデータ化されたのか教えていただきたいなと思いますがこちらはウォーータ大田君中島 <laughs>、はい、さんお願いします、はいえー、横浜市のデータというのは横浜市が運営する約300箇所の公共施設がありますはい でその公共施設のバリアフリーの状況をデータベース化したものです。具体的には多目的トイレですとか、ベビーシートがあるかないかだとか、あとエレベーターの有無、それから車椅子用の自動車の駐車場があるかどうかとか、えー、そういったデータを整備しました。で、データベースを作って、作るだけじゃなくて、まあ今日のプレゼンの中で 発表がありましたけども、Wikidata って呼ばれる Wikipedia のデータベース版姉妹サイトがあるんですけども、そこに登録して、えー、まあ、世界中の人が、うんうん、見れるようにした。それから、ま、メンテナンスが必要な場合、放配合とかですね、まあ、ある日突然多目的トイレができたり、なくなったりした場合も、えっ、ー、と、別に我々の手、 だけじゃなくて、世界中の人がメンテナンスできるようにしました。はい、この仕組みが、あの、長崎でも一応で,できましたということですね。長崎は、あの、正直なところ、30箇所ぐらいしか公共施設がないかったので、まあ、小さな町なので、えっと、割と短期間で、えー、データ整備事業が終わってしまったんですけど、まあ、これ、日本全国でやると、 い、まあ、いいんじゃないかなかと考えておりちょっと重ねて質問をあの中山さんか大田君にさせていただきたいなと思ったのがあの今関東のお話まあ指示は日本の話をしていただいたと思うんですけどあのそのバリアフリーですとかこう障害者の皆さんへっていうところで こう事例にされている他の国とか、そういったものがあれば、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。えっとですね、横浜、あえー、と団体名になっている横浜ホイールマップっていう団体名でやってるんですけど、ホイールマップっていう考え方自体は、えー、と世界的にはあのもうあの当たり前の、まあ、考え方というか、名前でして。 あの、地図サイトに、えー、車椅子の人が、ここ段差があるよとか、あの、ここ通れませんとかっていうのを、あの、プロットしていくボランティア活動みたいのが世界中ではありまして <laughs>、えっと、オープンストリートマップっていうサイトがあるんですけど、そこで行われた活動のことをホイールマップって言います。はい。 最初の頃は横浜でそこのホイールマップ活動できたらいいなと思って、あの、オープンストリートマップに、まあバリアフリーの情報を、まあ載せる活動できたらなと、私も思ってたんですけど、太田圭介さんも思ってたと思うんですけど、まずですね、この、まあ日本の ICT のリテラシーがちょっと低い、 こともあってか、まずオープンストリートマップっていう地図サイトの存在を知らない人が多いので、あの、コミュニティ形成するにはもう無理だと思いまして、それでちょっと戦略を変更して <laughs>、えー、データを作る。オイルマップにプロットするんじゃなくてデータを作って、 オープンストリートマップによらずいろんなアプリとかサイトで使えるようにした方がいいんじゃないのかなと考えたのが、えー、と支援している中山としての、えー、考えですなんかそう世界中の人がプロットできるって素敵ですね本日はですね。 君の方からも会場の皆さんに聞いてみたいというところが事前に聞いてるので、それに移らさせていただければなと思います。やっとこの時間が来たなというところで、<laughs> 私からまず最初言っちゃっていいですか？いいです。いいです。はい、わかりました。えっと今回あのオタクに事前にあの何かもしグロービスの皆さんに聞きたいことがあればっていうところを聞いていて、その際に出てきたことが、あの障害者の皆さんに対しての関わりという質問が出てきています。 であの私たち普段あの特にあの例えば私の例で言うとあの普通の普通学級に行ってそのまま大学に行ってしまうとなかなかあの障害者の人と意識をしないと関わることって少ないのかなと思うんですがこの障害者に関わりのない私みたいな人がどうやったら太田君と積極的に関わっていけるのか。 一緒に住みやすい社会を作っていけるのか、どう皆さんが考えていらっしゃるのかというところをぜひ太田君が聞いてみたいそうです。何、はいはい、かあの私から言い切れてないことで補足お,お願いできたりしますかじゃあしますとあ、僕と関わるという言い方はあの長く発散さ,んさんそれたと思うんですけど、まあ、僕に限らず、あのなんだろう。 えとどうやったらそのまだかかってきてない人たちがそのどういうふうなアクションとかどういうアイデアがあれば障害者の人だからあの福祉に,に,、うん、に関わってる、えーかえー、福祉の恩恵を受けないと、まあ、暮らしていけない人たちにどうやってあのコネクションを取れるのかつながっていけるのかなっていうのを聞きたくて僕に限らず、まあ、あの知的の方でも。 発達の方でもいいのであの、僕に限らずどうやってつながっていけるのかなっていうのは聞きたいんですけども、なんか、アイディアとか意見があれば聞いてみたいなと、あのなあのグロービスの方々はなんかビジネスにの勉強されてる方々が多いので、そっち方面からでも全然いいので、アイディアが欲しいかなっていうのは思っています。 ははい、はいいごご質問ありがとうございますちょっとこ回答になるか分かりませんけどなんか悩ましいなって思いながら日々生活をしてましてあの社会人として自分だ自分について考えるとあのやっぱりあの労働環境が変わってきたことによって一緒に働ける機会っていうのが今増えてきてるなっていうふうに思ってます。そういうい意味ではああののさっきあの デジタル化が進んだっていうことのご感想を伺ったんですけれども、うん、あの世界はよ,よい方向に変わってきてるんじゃないかなと思ってるんですね。うんうん、で一方でその自分に照らして考えるとしばらく関わりがなかったのでどういうふうにお付き合いしていいのか分からなくて戸惑うっていうことがあるんですね。うんうん、例えば小学校だだとみんんな一緒にに勉強してたんだけれども中高大ぐらいにあのやっぱり 関わりがすごくく少なくなっっててしまって社会人になりました、えーと、また一緒に働ける環境ができましたってなった時になんかこう何をお手伝いするといいかとかそもそもお手伝いっていう言葉自体が嫌なんだろうかとか,なんか変にこう気を使ってしまう自分がいてすごく経験不足を感じてます。で子どもが今中学生と小学生がいるんですけれどなんかその小学校の 高,高教育のあり方も難しいなと思っていて特別支援学級が充実するとやっぱりその分けて生活するっていうことが加速するのでなんかその便利なんだろうなと思いつつ一緒に生活するとか一緒に社会を作っていくっていうことにあたってはなんかハードルが高くなってしまうのかなとか答えではないんですが日々なん,かなんか悩みながら生活してるなっていうのを今ご質問いただいて考えさせられました。 聞いて太田君の方から発言したいことあれば全然。いや,いやまあ、えー、思い出してみるとそあの身体障害で全日制の中古を通ったのって横浜で一人二人いるかみたいな状況だったのを統計データで思い出してそういえば僕はその、まあ、親の意向とかでずっと普通級で全日制でっていうのをやってきて、うんまあ、結構いろいろ大変 だったりはしてたんですけども、そう、確かにそう言われると、き僕みたいにいの、親のこだわりとかで、そういうふうにしてもらわないと、関われない、確かに、クラスメートができないなっていうのを、まあ、あの今、気づいたというか、あり,ありがとうと <laughs> いうので、そうですね、確か個別給に行っちゃうと、確かみんな別れちゃうから、そういう意だと関わりづらいのは確かに。そうで、かといってでも、 言われた通り、あの今、個別機が結構充実してきててあのあのあの、個人個人に合わせたカリクラムを学校側が用意してくれるようになっていて、あの昔はあのあの取り押さえるとかが当たり前だったので、僕の時代は動いちゃう子は取り押さえるとか、あの静かな子は放置して、取り押さえなきゃいけないところに行くとか、個別機小学校1年生だけ行った時にほとんど勉強できなかったし。 っていうのは昔はあったんですけど、今はなんだろう、あの施設のスタッフさんとかに聞くと、個別に変わってるよっていうのは聞くので、うーん、僕としてはなんだろう、えっ、ー、と、交流の時間を作った方がいいのかなとか、今ちょっと思ったりとか <laughs>、思いつきなんですけど、じゃあちょっと思ったりとか,なんかわあの、わざわざ分けてる、分けてるから、分けてるからこそ交流という時間を作った方がいいの、学校的に。 作っっったた方がいいのかななんてちょとと思,ったり,とかは思ったりしはしすいません逆質問みたいでごめんなさいなんですけどあ、はい、あの私は子供を育ててから、うん、なんかこう困ってるんだなって思うとおせっかいに声をかけようと思うようになって、うん、あのた例えばねさっきの車椅子でいろいろ通れないところがあったりとか。うん あのエレベータータが遠かかかっったたりりとと押せなまあベビーカーとかも同じ、ねうん、引っかかるとか乗れないとかさ、うんうん、それであの自分がベビーカーをした時に大変だったんできっとみんな手伝ってくれたら喜ぶんではないかと思って例えばあの押せなそうな人がいたら押しましょうかっていうとか、うん、あのなんか転びそうな人がいたらあ引っか,かかってますよっていうとか、うん、あのなんか危なそうな人がいたら。 持ちましょうかっていうとかしてみた方がいいに違いないと思って最近なるべくおせっかいに声をかけてみることにしているんですね。なんだけどやりながらこっちもこれは声をかけられて嬉しいんだろうか生徒もうるさいなほっといてよって思ってるんだろうかっていうのを結構迷うことがあってですよ。でなんかいや別に押せなかったわけじゃなくて押す方法はなんか独自に編み出しててほっといてよって思ってるのかもしれないなとか。あのー 持ちましょうかっていやちゃんと持ってんだよ俺って思ってるかもしれないなとか声をかける方も声かけたら失礼かもねんまあでもかけるかみたいな感じなわけですね<ー>でちなみになんか声をかけられたら嬉しいなって思ったことはあるか逆に声をかけられてうるさいねって思ったことがあるか当事者の人はどう思ってんのかなっていうのを聞きたいんですけどえっとそう僕の場合っとあのあの僕 脳性麻痺の身体障害、全身性麻痺で特に足に強く出ている方で、まあ、IQ 的に言うとあのワーキングメモリーがとても弱いんですけどあのそうです、ね、その場合によるんですけど、基本的に助けましょうかって言われて、かに助けなくていい場合があって、うん、いいですよって言ったこともあります。だけど、声をかけられて嫌だってことは基本的にほとんどないです。けど、まあ 一部の例としてはあるんですけども、基本的に声をかけられてうっせえなって思ったことはなくて、ああ、来てくれたの申し訳ない、助けてほしくないね、今まない声かけられたのに、助けてほしいと言えなくて申し訳ないなとかちょっと思っちゃったり、こっちが声かけてもらったのにそれに応えられない状況にあるっていうのは申し訳ないってこっちが思ったりとかする場面があって、唯一声かけられて、声かけられて、イラッと来たというかっていうのは、 ラーメンやってる最中であの僕は体が弱いんで全身の筋肉使って全集中を使って椅子に乗っかったりとか車椅子に戻るんですけど店員さんが優しいから声かけてくる全集中してるからもう周りの音とか聞こえないぐらい全身の筋肉使って最中に声かけられて「うわっ静かにしてほしいなと思ってちょっと静かにしてもらっていいですか?」って言ったことあるんですけどそういうちょっと結構切羽詰まってる時。 まあ実際は力が、側からまあ、言ってる側からしたら分からないことなんですけど、あるんで、う、まあ、嬉しいんだけど、もしだめだったら、多分僕だったらダメというので、あの声かけること自体、全然悪ではないし、あの気を使っていただく必要性はないとは思います。なるほど、ありがとうございます。確かに全集中してるのに、何回か言われても邪魔ですよね。<laughs> なるほどなるほほどどななはいいありがとううございますそうなんか関わると言ってもそのおせっかいおばさんになるぐらいしかですね関わり方が思いつかなくておせっかいの仕方も自分が思いつくことしかできないんですよね。うん、でも大抵の人は思いついてもやってくれないのがほとんどなのでやってくれるだけで本当に変わってくるのでお願いします。<laughs> はい、ありがとうございますちょっと勇気づけられておせっかいおばさんを、ね、励みます。<laughs> ありがとうございました。いくつか読み上げたいと思います。矢尾さんの方からも効率一辺倒な社会をリセットするだったりとか、あと石原さんからもチャットをいただいてますね。圧倒的に知らない、気づかないことが多く、もっと触れ合いたくても、どうしようと立ち止まってしまうことが多い、知る機会を増やしたいです。ということでいただいてます。あとは小林さんからも、ぜひ、あ小林さん、もしお話できるようであれば、あの お話ししてこれをお伝えいただければなと思いますがあのチャットで書いていただいて12分の。 ことをお話ししいいいただいてもよろしいでしょうかはい、ありがとうございます。あの、今の君島さんとのやりとりで、あの、私もすごく、あの、学び気づきになりました。ありがとうございます。あの、まあ、書かせていただいたのは、その、駅で、やっぱり車椅子の方とか、障害をお持ちの方、お困りの方見かけても、結局、その、えっと、やっぱ私たちが、相手がどういう気持ちになるのかっていうのが分からないので、やっぱり躊躇してしまって、声がかけられない、結局何もできないっていうことがすごく多いんですけれども、えっと、先ほどのやりとりで、あの、全集中 されている時以外はあのお声掛けしても大丈夫ということが分かりましたんで、はいお声掛けしていこうかなというふうに思いました。あのどうもありがとうございますっていうのと、なんかのこういう支援をしてくれたらありがたいみたいなのが、ちっとなんかわかりやすくあの意思表示されているとこちらも手助けがしやすいのかななんてことを思いましたけれども、先ほどおっしゃったこちらも気をつ 買ってるで、受け取った方もなんかそれに答えられなくて申し訳ないみたいな、お互いが申し訳ない思いしなくて済むような仕組みが何かあったらいいのになと思いながら、ちょっと先ほどのお話を伺っておりました。はい、ありがとうございます。はい、小林さんありがとうございます。お宅今のを聞いて何かありますかいかがでしょうか,そう,、ね、うかそう言われたとこもあっ,って、ケースバイケース本当に環境に応じて体を本当に、うん 応じて動かしているのでどう助するとあのあの、あの、場合によっちゃ、お尻に触った瞬間に倒れるとかっていう場合が、生活の中で当たり前の,の生活なので、なんだろう。だから、この場面でこうしてほしいは言えるけど、全体的にこうしてほしいが言えないんですよ、どうしても。体の体調、メンタルとか、えーと、捕まってる場所とか、体重移動とか、足の位置とか。っていうので どうしても筋肉のこわばりとか変わってきてしまうので、そうですね。だから,、まあ、だから本当に困ったら僕は声を上げるようにしてて、うん、っていうのはしてるんですけどだ、だからこういう時にこうしてほしいっていうのは 僕のの場合は言えないのかなないいかるほどいやありがとうございます<の>そういうご状況でいらっしゃるということもやっぱりちょっと恥ずかしながらあの健常者の私たち<ー>なかなかわからないっていうのがあって今のようにそ,のあそういうことなんだっていうこういうお互いの理解が進むとなんかもっとうまくなんて言うんでしょう助け合えたりすることがあるのかなって思いましたどうもありがとうございますあ,ありがとうございますあのはいえっ、ー、と健常者の方はまあ エレベーターと多目的トイレは、できれば開けといてほしいっていうのが、お願いなんですよね。なんだけど、これも微妙で、なんか、大田圭介と活動してると、多目的トイレ使われてて、あのだいぶ待つことがあるんですよね。はい。で、あの出てくる人が、なんか普通のサラリーマンで、 多いって一瞬思うんだけど、もしかしたら障害をお持ちの方かもしれないから、そのこの辺を何とも言えなくて、分 <laughs> かんない、分かんないんで、まあ、叫んでない限りはほ一旦放置でいいかなと思うんですけど。<laughs> うんはい あと、もう一つ論点は、あれなんです今日も言ったんですけど、ICT 活用すれば便利になるよって言うんですけど、これは太田が提唱してることですけど、あのー、障害持った方って多分、街に出るといろいろ困ったことがあるから、あのー、街に出て困ってることを助けてほしいんじゃなくて、街にそもそも出てないってい問題があると認識していて、うんえー、なんで、ちょっと、 ちょっと不思議なんだけど、見えてない部分なんですけど、まあ、ホームページ、アプリなんかで、えー、バリアフリーの情報を提供する社会になれば、あ、街に出てもトイレあるからとかエレベーターあるから、あじゃあ外出してみようかなっていう動機づけにつながるので、まあ今,今は現場で支援するよりもなんかアンダーグラウンドなんですけど、なんかデータ社会をもう少し推し進めた方が、 えー、革新的社会のなんか課題解決になりそうって要なのは、まあ、今日の、えー、提言です。はい、ありがとうございますあの。個人的にできるかなと思ったのはあのやっぱりいつも頭のどこかに、うん、この社会がすいろんな異なる人で構成されてるってことをしっかり認識をして、うん、例えばあの 車椅子の方の、まあ、どこでもどれ誰でもレいろんな言い方がありますけど行った場所でそれがどこにありますかって私が誰かにその施設の方に聞くことでなければあないなって思ってくれると思いますしあればその情報をもしかしたら私も入力できるかもしれないと思っていてそうやってなんかちっちゃい声を上げたりだとか気にかけるっていうことをお互い同士がやっていくことなのかなと私は今あの感じたので、うん、ちょっとそれを今年1年やろうと思ってます。 えっと、それではですね、あと2、3個は聞けるかなと思っていてですね、次が、あの鈴木健一さんよろしければ書いていらっしゃることをお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、あすみません。はい、あの多分その ま、データの話とか、あと AI という話でも出たと思うので、私もちょっとあの、具体的にどういうふうにそのデータをこれから多分 AI を使ってとかっていう部分、うん、その目的によっても多分変わると思うんですけれども、あの、グロビスにもデータサイエンティストの方何か,何かいらっしゃるので、おそらくあの、今日みたいな話題に関心持ってもらえるんじゃないかなというふうに思うので、もしあの、えっ、ー、と、必要であれば、あの、打ち合わせとかミーティングに結構感みたいなとあの、バーセットできると思うので、あの、ぜひお声掛けいただければなというふうに、まず思いました。 はい、あと、さっきの,あのトイレが疲れてるって話、ちょっと脱線したんですけど、ごめんなさい、私も時々の,の他のトイレが開いてないという、一応ユニバーサルってで誰でもいいって書いてあるんで、<laughs> 使っちゃうことが時々あってですね、さっきの話はあの、特にやっぱりあの、開いてるか開いてないかの情報も大事なんですが、中にいる人に、外で待ってる人がいるよみたいな情報を伝えるっていうのも、実はなんか結構大事なんじゃないかなと。なんか入っちゃうと、なんかもう当然、あのー、 いつまでも使ってて分かれちゃうんですけど、あのなんか気にせず、あの外と物とか関係なく使っちゃうんで、なんか中にいる人に対しても情報を伝えるっていうのがあるといいのかなとはちょっと思いました。すみません、達成しました。は、う、い、ん、いえいえ。いやありがとうございます。ぜひあの何か <laughs> ミーティングあの、もし必要であれば、どうでしょうか、はいはいはい。いや、本当にさせていただきたくて、ありがとうございます。 よかったですすすこういいいいいっっったごご縁がが社会でつながっててくくとすごくいいなと思っていますっは,い、では103の方もまたいろいろ書いてくださってありがとうございます。学校での交流とてもいいと思いますと。小学校でも特,特別学期の割合が増えて普段の学生生活で出会う機会が減る知らなくなるどんどん違う自分とは違う人という存在になっていく。 まずは一緒に遊んだり、議論したりして、理解することで、変に特別しないことが大事な気がしましたと書いていただいていますま。次ですね、あと高木さんの方からもいただいています。電車で席を譲るときと似ているかもしれないですね。確かに譲りましょうと言われて変な気はしないですねということをいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、今、ビデオがオンになってらっしゃる方でいうと、 あのそれで判断をしてしまって大変恐縮なんですが小杉さんも書いてだいていてよろしければあの音声でお話しいただければと思いますがいかがでしょうか ありがとうございます。今日、とても貴重なお話を伺いました。ありがとうございます。あの、車椅子の友人がおりまして、まあ、そいつがなかなかわがままで、車椅子お世話なんだかんだすぐ言うんですよ。<laughs> 逆に、あの、やってほしいことをはっきり言ってくれるんで、あと、これはいらないってことを言ってくれるんで、逆に付き合いがすごいしやすいんですね。だから、あの、やってほしいこととか、いらんことを言ってくれると、あ,あ、そうなんだっていうのがわかるので、 あのいいあの逆にありがたいです。で、あの、どうしてもやっぱり話しかけられたくないかなとか、そういうのもあるので、あのお困りの方を見かけると、本当に困ってるかなって、しばらく観察しちゃったりするんですけれども、まあ、それはそれで、あんまり考えすぎなくてもいいのかなって、今、ちょっと思ってるところです。なるべく、まあ、全集中の時は話しかけないようにしたいと思います。 ありがとうございますはいありがとうございました、はい、何か返したい言葉はありましたかそうですねいや、その用事すごいいい方だなと思って聞いていて僕なんかは迷惑をかけるなって言われて育ってきてしまったので今放課後当事サービスで自分のことは自分で言えるようになるみたいなことを いや言っていて、自己分析をして、ちゃんと自分が何ができなくて、何をしなきゃいけなくて、で何をしてほしいのかちゃんと自分で言えるようになるって、他人に気を使って本来言わなきゃいけないこと言わ,言わなかったりとかっていうのはしょっちゅうなので、それを友人さんすごいなと思って、ちょっと会ってみたいな勉強させていただきたいなと思って聞いておりました。はい。 はい、太,太田くんありがとうございましたあの。小杉さんもありがとうございました。それではあの本日、あの長い時間、もう本当に自分と、ね、かなり年代が違う人に囲まれて、すごく緊張したかなと思うんですけど、最後はあの太田君と中山さんに一言ずつもらいたいなと思ってます。じゃあ,あ、まず中山さんにいただいて、その後締めをパシンと太田くんにしてもらおうかなと思います中山さんあそれでは一言お願いいたします。 はい、私はサポーターなんですけども、はい、次のページ。はい、えっとですね、まあ、あの、大田圭介さんまだ学生なんで、まあ、まあ、大人とちょっと境界線ぐらいの年齢ですけど、まあ、まだ子供って考えますと、なんか国連が定めた子供の権利条約っていうのがありまして、えっと、4つ定められてるんですよね。 でまあ、生きる権利、育つ権利、守られる権利っていうのは、まあ、学校だとか保育園だとか、まあ、福祉サービスとかで、えーとまあ、権利守られてると思うんですけど、これ参加する権利っていうのが実は意外に難しくて、団体を結成する権利のことを言うんです。これ参加する権利をあの守っている。 学校保育園ってあんのかなっていうちょっと微妙なんか聞いたことないんで僕はなるべく参加する権利を子どもにもやっていただきたいと思いながら活動してますはい次のページですねはいまあ、どういうことかっていうとまあ普通の企業活動とかまあ、非営利の活動と同じようにですねまあ、子どもの活動でもあの参加する権利まあ組織設立と運営をま確保してあげるような支援をしている つもりです。はい。えっと、まあ、最初は自己紹介で喋ったんですけど、まあ、子供だけだと難しい、まあ、法律的な面だとか、まあ、資金調達ですね。まあ、財務面だとか、まあ、事業活動でないものの M&A みたいな、あの、代表者がいなくなったら、譲渡するとか、まあ、そういったこともやってまして、活動が続くようにしてます。はい。 具体的にはですね、あの、ロジカルシンキングと民誌をですね、子供にまず最初に教えてます。はい。大田圭介にも教えました。はい。はい。で、その上でですね、次、はい。はい。で、運営が始まったら、えー、集中と選択をさせて活動を子供にさせてます。はい。まあ、ざっくり書いたんですけど、まあ、今日も言いたかったことって、直接支援でいろんな、あの、手助け してあげることも重要なんですけど今日は戦略的かつ革新的じゃなきゃいけないのでどちらかというと革新的なことをやりたいんだったら ICT 活用に集中と選択した方があのいいんじゃないかなと。 考えて、うん、この団体、横浜ホイールマップは活動してます。うん、はい、次のページ。子どもにまずロジカルシンキングを教えましょうっていうのが、支援者である私からのメッセージです。<laughs> はい、ありがとうございました。今日はお時間いただきました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。中山さん、<laughs> 非常に綺麗に着地いただいてありがとうございます。<laughs> じゃあ、太田君、皆さんに伝えたいこと最後一言あればお願いします。えっと、そうですね。僕 まあ、まあ、仲良しみたいにいろいろできるわけでもないけれど僕はこの経験をい生かしてできるだけ、まあ、僕と似たような人たち,たちやってか僕の過去と同じような人たちを助けたいと思って活動はしていてでそう思って活動している中でこういうふうに僕その障害のことはあまりかかったことのない人たちの意見を 機会って逆に僕少ないんですあのかかってる人たちの周りあの,の中で生きてきていることが多くてこういうふうに意見交換できる場が本当にあって本当に勉強に僕が本当に勉強になってあそういうふうに考えてるんだとかあわ分かってたつもりだけどもっと具体的にはこんなふうに考えてたんだとかっていうのが分かってとってもよ,よかったですしあの,あのみん僕はその 中高は特に大人に無視されるってことがとても多かった生活をしていたので、なんかちゃんと見てくれて本当にありがとうございます。っていうのと、そのだからだからこれからもその皆さんにいろいろエールを送っていただいたので、頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございました。